はい、皆様こんにちは。ホスピタリティコンサルタントの船坂光弘です。このチャンネルではサービス業で頑張っているあなたを応援するビジネスメソッドをお送りさせていただいております。ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今日のテーマはこちらです。コロナで疲弊した組織を上昇組織に変える方法です。この動画を最後までご覧いただくと、コロナで疲弊した組織をどのようにすれば上昇組織に変身させるのかが分かってですね、そして今日から何をすべきかが分かりますので、よろしければ高評価のボタン、チャンネル登録をお願いいたします。さあ、私は、ホスピタリティコンサルタントとして日々さまざまな企業を訪問し、サービスの品質の向上とかですね、新しいサービスの構築、付加価値サービスの設計やオペレーションの仕組み作りなど、いろんなサポートをさせていただいているんですね。そんな中で私が最近気になるのはですね、このサービス業を中心とした、このコロナで組織が疲弊していてですね、このせっかくこのアフターコロナを見据えた新しい取り組みやプロジェクトを発足して、何とかしようというこのパワーがですね、こう不足していて、思うようにことが運んでいないという、企業様や組織が多いということなんですね。このコロナにおいてですね、この組織に起こったこのマイナスな出来事っていうのはですね、もうたくさんあるんですね。その多くはですね、やっぱりこのコロナ前までサービス業っていうのはこの慢性的な人手不足の中でですね、お客様もたくさんいらっしゃって多忙を極めていたこの現場がですね、コロナで一気にお客様が来なくなって急に暇になってしまいましたよね。そうなるとですね、現場はそれまではもう忙しさのあまり、この見えていなかったこの社内のメンバーのことがですね、これなぜかこう気になる、見えてくるようになってくるわけですね。例えばですね、実はな、〇〇さん全然気が利かないとかですね、〇〇さん忙しかったから、気にならなかったけど、仕事全然覚えないよねとかですね、〇〇さんってもう基本的に全然挨拶しないよねといった、今まであまり気にならなかった、あるいは気にしなかったこの社内の人間関係のことが、気になるように、なってくるんですね。このようなことがですね、組織内の不協和音となって組織内の人間関係やムードを破壊していきます。そしてそんなギクシャクした人間関係に嫌気をさしたメンバーが退職をしていってしまうわけなんですね。そしてそれに追い打ちをかけて、コロナで長い自宅待機の中でですね、いつまで続くかわからないコロナの先行きを不安視するそのメンバーもですね、もう退職を選択し、残ったメンバーで仕事を回すことに、なってしまいます。そしてここ最近ではですね、このコロナが少し落ち着いてきてですね、お客様が戻ってきていただいたはいいけれども、人がいない、人員不足、メンバーの士気も下がっていてですね、サービスの品質は下がり、もう組織は疲弊する一方、このようなですね、この負のスパイラルに入っている組織を、私は多く、今目にしてきているわけです。それではこの疲弊した組織をどのようにすれば上昇組織に変えることができるのでしょうか。ここで一つですね、私の体験談をご紹介します。私はですね、店舗を20店舗ほど運営しているサービス系企業様の、コンサルタントとして、お手伝いサポートさせていただいたことがありました。その取り組みの中で、各店舗でですね、伺ってですね、この1年でどのような店舗を作りたいのか、あるいはこの店舗になりたいのか、つまりこうなりたい店舗という、 目標設定をするというですね、そういった施策を行ったことがあったんですね。その中であることに私はですね、気がついてしまったんですね。それは何か。それはですね、店舗売上第1位の店舗と店舗売上最下位の店舗では明らかに目標設定の中身が違うということなんですね。そのなりたい店舗の目標設定を少しご紹介させていただくと、例えば A 店舗の1年後のなりたい組織像というのはですね、こういう文章でした。私たちはお互いの思いやりの気持ちを持ち、何でも言い合えるほどのコミュニケーションで、みんなが笑顔で働きやすい店舗になる。これが A 店舗の1年後のなりたい組織像、目標設定でした。で、 B 店舗の1年後のなりたい組織像はですね、こういう目標でした。私たちは情熱と愛情を持ってお客様に向き合い、目標に向かって一丸となって取り組む店舗になるという目標設定でした。さて、皆様はどちらの店舗が売上第1位の店舗、どちらかが最下位の店舗、皆さん A 店舗 B 店舗、どちらが1位の店舗だと思いますか。
正解はドゥルルルン、実は B テンポなんです。どうでしたでしょうか皆さん、はい、それは何でかですね、なんで B テンポなのか。それはですね、実はこのなりたい組織像を決める前にですね、実はメンバー全員でこの前段に、まあ、議論をしてもらってるんですね。でその議論の内容とは何かというと、今の組織でうまくいっていることは何ですか、今の組織でうまくいっていないことは何ですか、今よりもっとどのようなテンポにしたいですか、まあ、このような質問に対して各メンバーがこう意見を出し合ってですね、でその後に最終的に先ほどのなりたいテンポ像の目標設定を決めていくということなんですね。でこのプロセスの中で先ほどの A テンポのうまくいっていないこと、つまり組織の課題はどういうことが出ていたかというと、例えばですね、お互いの思いやりが足りないとかですね、何でも言い合える雰囲気がないとかですね、コミュニケーション不足といった課題が実は出てたんですね。一方で B テンポはどういう課題が出ていたかというと、お客様への愛情が足りない、目標への私たちの情熱が足りない、もっと目標に向かってチーム一丸となるべきといった課題が実は出されていたわけなんですね。でこれらの課題を見て、お分かりのようにですね、なりたいテンポ像というのはですね、これらの課題に対してこう解決したいという思いが盛り込まれた文章になっているという傾向があるんですね。でそう考えてみるとですね、この A テンポというのはですね、コロナで起きた人間関係の課題、例えばお互いの思いやり、コミュニケーションといったこの組織内の課題が満載のですね、この疲弊しているテンポになっています。一方で B テンポは社内の人間関係という課題はほとんどなくてですね、お客様への愛情とか目標に向かう情熱といったこういった課題になっているわけですね。まあ、このようなことを考えるとですね、どちらの店舗が売上や生産性の高い仕事をするかというのはですね、すぐに分かりますよね。したがって経営者やリーダーがすべきことは何か、それはですね、メンバーの課題の意識を社内の人間関係や社内の不協和音である、いわゆる内側ではなくてですね、お客様の喜びや幸せといったですね、外側に向けることが重要なんですね。逆に言えば課題の比重が組織内の関係性、つまり内にある間はですね、成果や生産性は上がらない、あるいは上がりにくいと考えるべきなのです。それにはですね、リーダー何をすべきかということなんですけど、リーダーはですね、常日頃から組織内のお互いの尊重や承認、思いやりといった社内のホスピタリティを高めてですね、関係の質の向上に努める一方で、本来私たちの仕事の目的であるお客様の喜びや幸せに貢献することに意識を集中させる、そういった声掛けやマネジメントが必要になるんですね。このザ・ホスピタリティチームでですね、このような内向きな組織に対してホスピタリティを通じてお互いの尊重や思いやり、気遣いといった関係の質を上げることで成果を最大化する組織づくりのサポートもさせていただいておりますので、そんなこともですね、お気軽にご相談いただければと思います。さあいかがでしたでしょうか。この動画が役に立ったなと思われた方はぜひ高評価ボタンをお願いいたします。またこのチャンネルではこれからもサービス業で頑張っている皆様を応援するビジネスメソッドを毎週お送りしてまいりますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。そしてザ・ホスピタリティチームではサービス業の課題を解決する研修やセミナー、コンサルティング、講演のサービスを提供しております。よろしければ概要欄をご覧いただきたいと思います。また私の新刊著書、接客サービス業のリーダーにとって一番大切なこと、 PHP 研究所より発刊されております。こちらも概要欄に、ですね、詳細貼っておきますので、そちらをご覧いただければと思います。それでは最後に、今日もあなたの笑顔でお客様を笑顔にして貢献を喜びに変えるこのホスピタリティでですね、輝きのある一日をお過ごしいただきたいと思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。